はい、おはようございます。5時前で朝の昨日はさ、もうちょっと酒飲んじまったらさ、もうカレー来ないしかないね。酒飲んじまったらもう大変だよ。もう10時前に目が覚めて、そのまんま仕事始めたから、もうなんかもう今から寝ると明日起きれねえから、朝起きれねえからっていうか、もう作ることしました。ご飯作って寝ます。今日は何するんだっけ。鶏のね、カツ作ります。朝は一日食べるもん作るんだよね。レバー買ったんだよね、これ。鶏レバー、安かったから。鶏レバーはね、しぐれ煮が美味しいからね、しぐれ煮がいいよね。しごがね、ちくわがあるから、これで、天ぷらも作っちゃいましょう。ちくわん天ぷら、ちくわん天ぷら。それでこれがね、あります。これ薬練中ね、麹漬けしてますから、こいつらをまず最初に漬けちゃいましょう。それと何するんだったっけ。あ、大事なこと忘れてた。豆のスープを作ろうと思ったんですよね。昨日トマトがね、安売りしてたから、よっしゃ、豆スープですよ、ね、トマトで豆スープってちょっと美味しいでしょ。まあ一日のその計画はね、一日の食事計画はもう今立てなきゃいけないですね。ここにあります。豆にトマトかね、これね。豚のバラ肉をね、この豆、これなんとかビーンズだよね。このメーカー好きかもしれないな。最近のあのビーンズありますけどね、あれちょっと間違えてんじゃないお前っていう感じのやつがいますよね。あの水蒸気で蒸してるやつかな、多分そうなんだろうな。工程の中にね、蒸す工程が入ってる食材はね、あんまり僕好きじゃない。作る方は楽だと思うんだよ。特に豆なんかさ、煮るよりさ、蒸した方がさ、煮ちゃうとさ、これは大変だってのは大体わかりますよね。煮る時間とかなんかってのは本当に豆に考えなきゃいけないからさ、だから蒸すんだろうね。あのサラダビーンズなんて全部蒸してありますよね。蒸して、つまりその中に入ってる様々な栄養素をあの外に捨て去ってるわけだよね。それで、あの様々な栄養素っていうかさ、その中に入っているべき、なんていうの、そういうものたちね。これね、あれです、すごい安かった、あのなんだっけ、イワシね。イワシをこうやって食うと悪くなんねえんだろうかなと思いながらね、麹で漬けましたね。どうだろうね、これ初めてなんてやるの。お、落ちた。イワシはあのすぐに熱入るんで、一番手前の方にね、手前の方に置いてすぐ熱入るから。ほんで手羽先でね、これ2個ぐらいずつ毎日焼いてるんですよね。それで毎日これをもそ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 食べて、朝昼で大体食べますよね。で手羽先買ってきてはこっち側に切れ目入れて、ここちょっと一回ズンドンってついてやると、あのあれがなくなりますね。それで1週間ぐらいのうちに食べるんだけど、もう今ぐらいが一番おいしいかも、味が乗ってて。だから僕は大好き。あとは魚ですよね。魚は鮭と塩サバがいますね。塩サバの方をね、塩サバって内臓があのなんだろう、臭くないから、こういう時間にしても随分長く持つよね。でこうやってやると
3種類ですね、魚3種類。麹もどのぐらい持つのかよくわかんないんだよね、最近始めたから。昔ね、塩麹がものすごく流行りましたけどね、どういう風にして流行ったんだろうね、あれね。でこれ汁ですね、汁が残ってますんで、これこのまま今日食べると思います。大体仕立て直しは大体今日カレーだったから、まあ汁じゃないですねカレーだったのに汁作っちゃったからさ。まあね、こうやって朝2種類作るからね。煮しめができますし、味噌汁ができるからそれでいいと思います。それで味噌汁はこれだよね、味噌汁をこれで作るんだよね。だいたい煮込みはこれでやるよね、こういう切り方でね。で今日なんかちょっと映画を見てたら、この映画の中で出てくるキッチンがあまりに簡素でびっくりしましたよね。なんかこう、何にもせいぜいでこう食器をちょこちょこっと洗う程度ぐらいしかやれなそうなさ、キッチンでびっくりしちゃいますよね。ちょっとそりゃないだろうっていう感じだけど、考えてみればね、冷蔵庫もそうだよね。冷蔵庫もあの野菜室ものすごく小さくなってますね、今ね。冷凍庫が広いでしょ、メインでしょ、冷凍庫もメインでしょ、みたいなのもあ。まあライフスタイルに従っていろんなあののがあるってのはいいことなんだって言うかもしんないけどさ、ちょっと考えさせられるよね。お家でフライなんか作らない人が多いんだろうね、多分ねやっぱまずこれからいくか、しぐれ煮からしようかね、しぐれ煮ね、しぐれ煮ね、レバー、鶏のレバーはしぐれ煮が僕一番好き。俺は好きだ、しぐれ煮が好きだ。なんかもう疲れ切ってるよね、今日ね。朝から疲れ切ってどうすんだよ、朝から疲れ切ってどうすんだよ。今日これ半額だったから買っちゃったんですよ。でも美味しくないんだよね、この時間。こういうやつだね。これ味噌汁のキノコで、これが煮しめに入る、煮しめだってしぐれ煮に入るでしょ、しぐれ煮で、ナスと白菜で味噌汁してた。なんで味噌汁にするかっていうのもね、結構ナスと白菜が先だった。ふわはね、これ、磯辺揚げにします。なんか、いろんなもん作るな、今日は。トマトスープやめよっか。どうしよっか。昼間作ろう、昼間。昼間はあれだよね、磯辺揚げして、磯辺揚げで、ちょっとナスをこう、トツトツに切ると美味しいよね。ちょっとなんか、あれ何だろう、なんだこれ、何なのって感じでさ。やっぱ、はい、朝から早くから本当にもう、でも俺寝るんだよ、これから。みんなが帰ってくる頃、俺はぐっすり寝とる。本当かよ。出張に出かけるまでがね、やっぱり一番大変ですね。昨日はちょっとプログラムを書いてた。なかなか。上手に書けなかった、でもなんか不思議だよね。お仕事そうやってくださる方がいらっしゃるんだから。はい、気持ちが入ります。洗ってません、めんどくさいから洗いません。
ナスもね、このぐらいがあるとね、いいよね。ナスは洗うな。なんでだ、さっきめんどくさくて忘れたふりしたのかな。うん、で白菜がありますね。これで大体勝負あったんですね。葉っぱはちょっと大きめの方がね、美味しいからね。茎の小さい方が薄くないと。もう5分経ちました。5分経ちました。ここはね、組織潰した方が僕好き。今日はね、今日はね、いつもこうやるわけじゃないね。毎回毎回違ったことやった方がさ、なんかおチャレンジしとくねって感じ。チャレンジ。魚はね、これね、イワシさん、イワシ大好き。130円で 5切れだから1切れ20円もしないよ。これ20円もしないよ。やっぱ小さきだってものすごく安いよね。だから朝の魚焼くのってものすごい安いのを選んでや、あの麹に作っちゃえばさ、すごくいいよね。すごくいいよね。すごくいいよね。やっぱ大体ですけど、医者は人間を幸せにしないんだよね。本当不愉快だよね。不愉快じゃない。俺らってどうなればいいんだろうね。でもそれはいつも考えてますよね。お医者さんもお医者さんだよね。でもこれだけなんていうの、医療というか、あのそういうものが随分進んじゃうと、利権にまみれてる人がすごく多くなってくるんでしょ。そうすると僕らどうしていいか分かんないよね。それで飯食ってる人すごく多いから、そういう人たちやめろよっていうわけにいかないし、じゃあどんどん好きにやってっていうわけにいかないし、ちょうどいい頃合いで何かやんなきゃダメだよね。リトコンニャクを探しています。リトコンニャク、それがこのしぐれ煮に入りますね。しぐれ煮はね、あのレバーのしぐれ煮はないよ。レバー味噌だ、味噌。ああ、めんどくせえけやめよう。あの豆は、豆スープは夜しよう。カツまででしょ。カツも作るんだよ、これから。まあまあ、本当に朝からよく作るわね、梅さん。梅さんずっとさ、まあいいね。こうやって料理を作るのってさ、すっげえ大変だよ。言っとくけど、こんな簡単にできねえけど。なんかもう本当に嫌になっちゃうね。あとからってしなきゃいけないしさ、おまけにさ。今日はもうみんな、うちの奥さんがあとからってしてくれましたね。ちょっと今忙しいから助けてくれるんですよ、最近ね。このね、こんにゃく、糸こんにゃくが美味しいね。それからこの人参、人参、人参と糸こんにゃくでなんか臭みを消すっていうのはこの辺独特なんだろうかな。なんか誰がそんなこと言われたことがある。新潟はこの糸こんにゃくと人参で臭み消すよねと思ってさ。はい、これね。でこのナスとか白菜は味噌入れて煮ておくと柔らかくなりますからね。それでいいでしょう。
ガラッと人たちが刺してね、終わり。それでこっち側が、おお、いい感じやね。イワシが溶けるぐらいになるね。はい、消して、終わり。あれにしてない、うまいや。何汗だってんだよ、はい、OK ですね。そしたら、鍋底を合わせて、おやっぱ、酒でね、酒を、今日は醤油で、砂糖と醤油で、ぐっさぐさに煮ちゃいましょう。砂糖は相当多いよね。これ大さじ1杯分ぐらい。大さじ1杯、小さじ4杯。4杯。これもその時の気分だよね。そんなのなんかわかんないけどさ、あの料理の人たちって、どうしたの？生姜も入れなきゃいけないんだな。生姜先でもうまいよ。生姜いらねえ。めんどくせえ、いらねえ。やっぱめんどくさいからいらないわ。まあ大体あんまり陣内方がいいもんですよね、料理ってのはね。はい、じゃあ160度で今、あっちがパヤパ始まりました。イワシに、ペパー先に。お、いい感じだね。はい、ズッキーニが入ります。はい、トコンが入ります。はいはい。こんぐらい水が入ればいいですかね。締めていきましょう。あ、落とし蓋ね。ありました。はい、じゃあこのまま OK。 そしたら違う側もいいくらいかな。うん、良さそうだね。この麹につけるとすごいボロボロになりがちですよね。もうちょいだね。これももうちょい。はい。
ベーコンが増して、あの、あれが油が少ないからもうちょっと油を足しておきましょう。はい、じゃあ向こうで、これが鶏のカツですね。ほら、いい感じになってきましたね。これがね、前にさ、ジュクジュクジュクってなってるのね。手羽先はこれに限る。最近はね、料理ってなんていうの、その最近はっても入りますよね。つまり永遠にそれ好きなわけじゃないしさ、それぞれあの好きな時間っていうか好きな時ってのは人生にそんなに長くはない。恋愛と一緒だよね、やっぱ恋愛と一緒な。おい、君黙るな。こんな感じで見えてきてます。最後まで煮切りますから、全部煮えるまでね、水が全部飛ぶまでやりますので、そうするとあのレバーがカチカチって感じになって美味しいですよね。やっぱ生姜入れ、僕は最後吸って入れればいいか。ちょっと臭み消したりしよう。ごま油をちょっとね、こうね、ちょっとしますね。
ドドドドドン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 うまそうじゃのう。あービール飲みて昨日ビール飲んで酒飲んでラーメン食って寝たら今98キロぐらいだよ。一昨日、昨日一昨日が96キロだから2キロぐらい太ったよ。何やってんだお前って言われそうだよね。何やってんじゃないよ何やってんだよな俺の人生。何やってんじゃん。よくといとくといっぱい使いますね。もう落とし蓋じゃない。で、パン粉、パン粉なんていうの？なりますよね。蒸し料理なんだよね。フライっていうのはね。ちょっと多めにやってやって、まあ天ぷらだからね。あやもしが、これパン粉の方がな足りねえじゃん。作るっていうのはすごく楽しいんだよね。これがさ、なんか不思議だよね。こんな楽しいのって言われてるわけで。で、こっちが来るんだよ。ちょっとあれ、ナンプラー入れてみようか。最近ナンプラー付いてますよね。ナンプラーや。しょっぱみが入ってもうまいかもね。これあれだね、ちくわのナンプラー磯辺揚げ。なんか B 級グルメで出てきそうだよね。しかし B 級グルメってのもあれ、なんか人を馬鹿にしてるよね。これ以上の最高のものだと思うんだがな、俺は。B 級なんて言われる筋合いないぞ。怒るよな、B 級とか言われてさ。素材が安いから B 級なのかっていうね。こ
心がこもってないから B 級なのか、心込めて最高のおもてなしをすればそれはもう特 S 級だよな。特 S 級エモーショナルレスキューなんか嫌だよね、あの B 級グルメって言い方がね。あれ世界中に輸出したってしょうがないんだよね。もう人口がさ少なくなってる時代においてさ、ああいうなんていうのよその客が取ったるぞっていう考え方はダメだよね。もう人の口の数が少ないんだから、世界で一番ここのこれがうまいんだからみんな食いに来いって言ったらさ、よその地域のさ食べ物をさ食べ物作ってる人たちがさみんな失業するわけじゃない。あれ食のグローバリズムでしょ。あの B 級グルメのグローバリズムって本当に考えると嫌になるよね。ちょっとそれはねえんじゃねえって感じするよね。あれ俺今なんかやってたよな。あ、池投げてた今日ちょっとなんか眠い子ちゃんモードだよね。眠い子ちゃんもうやっぱやっぱ、でもこれ寝てると2回おしっこ出ますからね、これから次に食事するまでに。その間にそれでまた2回おしっこすると1キロぐらい減るでしょ。わ、なんかいい感じで上がっております。160度ね。心を込めたお料理でございます。はい、OK ね。ほら、はい、はい、B 級グルメ来ました。これは、ね、こうやってグルメ行きましょう。はい、やったー。これはここですね。おー、うまそうにできてきました。鶏のレバーってものすごく安い部分だから、ただ食べづらいよね。あの焼いてもさ中まで芯まで火が通りづらいよね、この鶏のレバーってね。だすごく食べづらいことは食べづらいんだけどさ、まあそんなこと言わないで食ってくれ。いいや、はい、食べます。大体まあ丸く収まりますよ。何をどうすればいいんだ。これにはか磯辺揚げが来るからね。レバーのしぐれ煮なんてね、こうやってお客さんに出したらウケるんだよね。なんかだんだんお店に出したくなるよねお店に出したくなる、人に食べてもらいたいよね。せっかく作ったもんね。誰かどっかからビール持ってこい。レバーのしぐれ煮だね、今日は。今日はこれ一日食べてみましょうか。美味しいと思いますよ。であれがもう上がりますから、うん、うまそうだな。
ナンプラー、ちくわの一つだけ。この油の中ってのはさ、ものすごく、なんていうの、いろんな味が入り込んでるわけだよね。すごい不思議な気がしますよね、そういう意味では。だんだん煮切ってきましたね。だんだん汁なくなってきたでしょ。これがうまいよね。最後までいっちゃうかな、今日は。今日最後までいくか。おい、なんだそれ。すごいね、このボンボンに上がっとるよ。こんなでいいかな。面白いね。この温度だとこういうやなんだね。はい、ということで、こちらもおしまい。こちらもだんだんなくなってきました。もうちょいね、うまそうじゃの。ちょっと食うか。これ心臓？心臓かも。うん。うん。もし食パンに出してもいいかな。ナンプラー入れましょう。まあ味を最後に調整せんというか、なんか最近ナンプラーばっかり使ってるね。いいんだろうか。はい、こちらは。こういうの食うと若くて貧乏な頃、うどんに入れて食ってたよね。今は年取って貧乏だけどさ、やっぱ。なんてわかんないけど、ここで見つけたものはこのお皿に入れるね。おばちゃんが大好きだったお皿だ。そんなセンチメンタルになるなよ。皿なんて割れちまえば終わりよ、人生もな。ね、これ美味しいですよ、結構。結構毛だらけ。あ、もういい。ちょっと疲れたからな。今日も寝ます。ちょっとすごい難しい帳票を出すプログラムができたんだよね。嬉しかったですよ。お父さんは嬉しいんだよ。
じゃあ皆さんもおいしい朝ごはん食べて、一日一生懸命仕事に行きましょうよ。もう5時半だね。じゃあね、バイバイ。